どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これでやってみました。このパサついて広がる髪の毛を抑える方法です。なんといってもこれから梅雨じゃないですか。でその梅雨の湿気を味方にする、どちらかといったらこうウェットヘアの作り方を今日はやってますので、まあオイルの付け方になるんですけど、結構まあオイルの付け方だったりワックスだったりとかいろいろ皆さん付ける方多いかなと思うんですけど、それの基本的な付け方で、オイルだと湿気を味方にして綺麗な髪の毛になるよっていう方法になってますので、これからの季節いつも悩んでる方、よかったらこの方法を試してみてください。それでは動画をどうぞ。リレイのオイルを使っていきます。オイルを適量に出し、しっかりと手になじませていきます。まずは毛先からつけていきます。根元から先につけちゃうとベタベタになってしまうので、それはやめてください。毛先なんですけど、まずこの中の襟足ですね、襟足の髪の毛をまずしっかりとつけていきます。もう毛先の部分をこう根元の方から毛先に向かってつけるっていうイメージですね。で、全体的に毛先につけていきます。サイドの部分も毛先の部分をしっかりとつけていきます。実際にこのぐらいツヤ感とウェット感ですね、まとまり感が出ている状態になれば OK です。ここで手のオイルがなくなってたら、もう一度適量で足してみてください。同じように手になじましたら、次にこの中間あたりですね、中間あたりにしっかりとつけて、この辺の部分の多分毛羽立ちとかも結構出てきやすいかなと思うので、その辺にしっかりとつけていきます。次に残ったオイルで表面の部分のアホ毛だったりとか細かい髪の毛を抑えていきます。根元の部分もいろんな方向に向かって前からつけたり後ろからつけたり、まあ内側の部分ですね、この辺につけたりといろんな感じでつけていってください。最後に残った手のオイルで前髪につけていきます。前髪もできるだけ毛先、まあね、中間ぐらいから毛先に向かってつけて、まあ、束感をちょっと出していくイメージですね。で、ある程度つけ終わったら、もし根元にこうパサつきだったりとかこう細かいアホ毛が出てたら、根元付近も軽くだけつけるようなイメージで、基本的に中間から毛先につけるだけでも前髪はいいかなと思うので、この辺のパサつきが気になる方は根元も最後の最後に軽くつけるイメージでやってください。全体につけ終わったら櫛で一回なじませていきます。なじませてから手で広げて形を整えていきます。こんな感じで付け終わりました。湿気を味方にするウェットヘアになります。皆さんいかがでしたでしょうか。ポイントは毛先からしっかりつけるというイメージです。根元からつけてしまうと結構いきなりベタベタになってしまって、で根元付近ってどちらかといったら結構油分が足りてる状態になってるんですけど、毛先の部分で全く油分が足りてない状態、まあ、水分がないっていう状態なので、初めに毛先につけてあげることによってしっかりと潤いが出て綺麗な髪の毛に見えます。なので毛先、中間、根元、前髪のイメージでつけてください。それで湿気の季節、ウェットヘアでなるべくこうボリュームを抑えたヘアスタイルになるかなと思いますので、これからの季節ぜひやってみてください。それではまた。さよなら。おすすめの動画はこちらになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。